株式会社イモーションズの渡辺慎吉です。この DVD はトレーナーの方々が地方で活動したり、地方でもっと活動の幅を広げたいときにヒントとなるような内容となっております。ではご覧ください。地方っていうところこそですね、逆にそこの色がすごい出ていたりとか、これからのこう、発展の可能性があるっていう部分を秘めてる地域なんじゃないかなと思っています。このデータから結構分かってくるのが、秋田県の人っていうのはよく食べて、よく寝て、しかも体を動かすのが動かしてないという地域ですよね。これをじゃあ、我々はどう考えていけばいいのかっていうところです。これは、ぜひ自分の今住んでいるところと置き換えていただければいいかなと思うんですけれども、運動が美容にいいのは皆さん分かってるんです。でも何をどうやればいいか分からなかったわけです。それを今ミスユニバースっていうパッケージ、形を得たことで、この人たちが何をやってる人たちを知りたかったんです、皆さん。なのでここで思ったのが、やっぱりある程度形にする、パッケージするっていうのはすごい大事だなと思います。いいよいいよって言ってても、じゃあ実際に誰がどうなったかとか、そういった機会がすごい必要だなと思います。地方にないものを、地方で活動する場合はですね、やっぱりないものを提供するっていうのが仕事の基本だと思います。地方における戦略としてはですね、やっぱり地方の特性をまずしっかり把握するということ、その中でサービスを提供するのは当然なんですけども、本質的なサービス、どこに見られても、どこに言われても、これは間違いないなと思われるサービスを提供する、それをしていけばまず間違いないと思います。